アレクサンダー・セルロートは、ノルウェーのサッカー選手、ノルウェー代表、レアル・ソシエダ所属、ポジションは FW、ローゼン・ボリビー系の下部組織から2013年7月に、トップチームに昇格した。UEFA ヨーロッパリーグ2013から14、予選のクルセイダーズ FC 戦の後半に途中、出場し初出場となると、わずか12分の出場時間で、初得点を決め、 7から2の勝利に貢献した。エリテセリエンでの初出場は、翌2014年7月20日に行われたソグナル、フットボール戦で60分に、アレクサンダー・セダールンドとの交代での途中、出場であった。2015シーズン開幕前に FK ボで、グリムトニレンタル移籍、スターベックイフ戦でのハットトリックを含む26試合13得点、5アシストの活躍で、チーム有数の活躍を見せた。 2015年11月6日に FC フロー人間への4年半契約での遺跡が発表された。遺跡金は75万ユーロ。しかしフロー人間での在籍はわずか1年半に止まり、2017年6月1日に FC ミッティランガカレと4年契約を締結したことを発表した。2018年1月31日、 FC ミッティランで15ゴール9アシストを記録したことにより、プレミアリーグのクリスタルパレス FC へ4年半の契約で移籍した。2019年1月8日、FC ミッティラン時代の監督であったイエスト・ルップが監督を務めるカーヘントへ、シーズン終了まで期限付き移籍。2019年、クリスタルパレスから2シーズンローンでスユペルリーグのトラブゾンスポールに加入。 2020年9月22日、RB ライプツヒは、セルロートの遺跡に関し、クリスタルパレス FC とトラブゾンスポルト合意したこと、セルロートと5年契約を締結したことを発表した。しかし、加入1年目の2020から21シーズンは、リーグ戦後ゴールと不発に終わり、2021年8月には、レアルソシエダへの遺跡の可能性が報じられた。 2021年8月25日、レアルソシエダに買い取りオプション付きのレンタル遺跡で加入。2016年5月29日に行われたポルトガル代表戦でノルウェー代表初出場を中2日で6月1日に行われたアイスランド代表戦で代表初得点を記録した。父親もノルウェー代表のサッカー選手であるゲランセルロート代表での得点一覧。 ありがとうございます。